皆さんこんにちは、フロマスクです。今回はこちらの VR ヘッドセットですね、バルヨエアロを紹介していきたいと思います。はい、ということで今回は株式会社エルザジャパンさんにこちらのバルヨエアロですね、期間限定で貸し出し提供してもらったんですが、でこちらのバルヨエアロは国内で市販されている VR ヘッドセットとしては最高級クラスの価格と性能ですね。お値段が約30万円で、当然スペックもかなりハイスペックみたいなので、今回こちらのバルヨエアロを装着してマイクロフライトシミュレーターですね、2020をプレイ体験していきたいと思います。はい、ということで早速バルヨエアロですね装着していきたいんですが、少しテストで装着してみた感じ、これですね、このダイヤルでうまいことこう頭の形ですねフィットするようになってるんで、めちゃくちゃ装着感がいい感じですね。とりあえずやっていきましょうか。よし、今ですねマイクロソフトフライトシミュレーター VR モードですね立ち上げたんですが、綺麗ですね、めちゃくちゃ解像度高い。まずこれ今まで VR うちの環境では Vive ですね、それを使っていて、今回は Vive のベースステーションはそのままにしてこのバルヨエアロですね、これをつなげた形ですね。ヘッドセットだけ、あとアダプターか、それを交換してつないで、あとはバルヨ専用のソフトですね、それを立ち上げインストールですねしてやるともうそのまま使える形ですね。まあ、あとはコントローラーとかもちょっとバイブ用のやつそのまま使えるんですけど、それもちょっとセッティングが必要な形ですね。あとは装着した時にこうレンズの距離ですね、これを自動的に合わせてくれるアジャスト機能があるんで、これでかなりクリアに画面ですね、 VR 画面見える形です。とりあえず今羽田空港いるんで、このまま東京上空ですね飛んできましょうか。マップオンにしとくか。はい、マウスも使えるんで、で飛行機の操作はジョイスティックですね、スロット、ちょっと位置を覚えるのが大変だけど、まずはブレーキ解除してもうそのまま動いちゃいますね。スロットめちゃくちゃ綺麗なんですよね。はい、じゃあ離陸していきましょう。はい、おー大丈夫かな。はい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 、いいですね。いやー、やっぱ没入感半端ないな、めちゃくちゃ綺麗。ちょっと旋回しながらフラップも全部上げちゃいましょう。はい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 、やっぱこう視野角がめちゃくちゃ広いんですよね。これはちょっとヘッドセットそれを装着しないと分かりにくいかもしれないんですけど、やっぱ視野角が広いんですごい景色がよく見えますね。で、やっぱ解像度が高いんで、計器類の数値とかがすごいはっきりと見えるんですよね。なので、こうフライトシミュレーターとかとの相性はかなりいいかもしれないですね。おお、やっぱヘッドセットがすごい頭の形に密着してるんで、全くずれてこないのがいいですね。結構これずれると微妙なストレスになるんですよね。
毎回こうヘッドセットの位置調整とか微調整するの面倒なんですけど、このヘッドセットだと全くずれる心配はないんで、自由に頭を動かせますね。で、あと大きな特徴として、こう見ている中心ですね。そこはすごい解像度高いんですけど、そこから外側に行くにつれて、少しだけこう解像度が落ちる仕様になっているのかな。可変式で解像度変わってるみたいなんですが、それのおかげで高い解像度でもあまり重くならないみたいですね。やっぱ東京すごいごちゃっとしてますね。はい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 、はい。それもよく見えるな。これもっと高度上げるとすごいですからね。どんどん上げていきましょうか。めちゃくちゃ滑らか。まあ、VR なんで、こうモニターに実際寄ったりとかもできますからね。ああ、すごい。ああ、いいですね。やっぱ解像度高いから、すごい遊覧飛行だな、本当の。頭にこうジャストフィットしてるんで、あんま重量も感じないんですよね。つけてて。はい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 。これ今結構速度遅い機体でやってるけど、戦闘機とかでやったらどうなんだろう。やばいかな。それはそれで楽しそうですよね。やっぱりこう、ドットの粗さが出てこないんですよね。すごいこう、画質が滑らかというか、そこら辺が、やっぱハイスペックなヘッドセットってことですよね。VR ヘッドセット。今回初めて VR でマイクロソフトフライトシミュレーターかプレイしたんですけど、相性抜群ですね。ずっと飛んでられるな、これ。今回フライトシミュレーターでやってるんですけど、ドライブ系のゲーム、シミュレーターともかなり相性良さそうですね。やっぱこの解像度の高さがかなりいいですね。没入感すごい高まる。ちょっと揺れてて怖いな、これ。よし、じゃあちょっと怖いんですが、もっと速度の速い機体で行ってみましょうか。よし、今ですね、戦闘機乗り換えましたね。スーパーホーネットかな。いやー、いいですね。コックピットやばいな、これ。リアルすぎる。これ半端ないですね。よし、じゃあ行きますか。まずうまく行けるかどうかですね。じゃあブレーキを解除。飛びますか。おー、やばい、ちょっと怖いかも。フルスロットル。まだ。で、今成田空港ですね。はい。あー、危ない。フラフラする。大丈夫？もうちょっと上げてく？やっぱ早いっすね。でもいいですね。半端ないな、これ。傾く。これだとリアルの方の首も傾いちゃいますね。なんか、なんか G を感じるな、これ。完全に錯覚なんですけど。はい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 。はい、成田空港ですよね。こっちの方が没入感さらに上がるかも。ちょっと背面飛行行ってみましょうか。怖いけど。待って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 。これはやばい。やっぱ G を感じるな。何よりもこのコックピットの景気類ですよね。これがほんと鮮明なんだよな。
多分普通の画面で見るよりもすごいよく見える。細かな数字がめちゃくちゃもう目の前にあるような感じで見れるんですよね。さっきの機体よりもそれが鮮明だな。やばい。景色はもちろん、この解像度の高いメリットとして、やっぱ、景気類の数値がほんと、パッと見でわかる。急降下したらやばいかな。ああ怖い。怖すぎる、これ。ああやばいやばい。さすがに。お尻がジンジンするんですけど。半端ないな、これ。これはちょっとほんと VR つけて体験してもらいたいですね。本当にお尻がムズムズしてやばい。あっという間だな。ああ、いけないと。これ G が。おお。すごいですね。これはちょっと興奮するな。あれ、筑波さんか。超低空も楽しんでみようかな。ああ、いいですね、いいですね。さっきの東京の街中も良かったけど、これぐらいの感じもすごい。ああ、これは、このまま筑波山の方。これ筑波山ですよね、多分。いや、これほんとただ飛んでるだけでも相当楽しめる。ああ。いや、やっぱ視点がリアルと一緒の感じで連動するかいいですね。ああ、ああ、それ山の登る道かな。おお、すごい。筑波山山頂か。半端ないですね。わあ、G が。ああ、5G。苦しんでますね。あ、こんな声上げるんだ。ちゃんと G も表記あった。G の表記もよく見えるな。今 5G ぐらいか。やばいな。ちょっとまた G かけてみましょうか。4、5、うわー、6、うー、頑張れ。うわー、6G。うわー、苦しい。よし、今ですね、嵐にしてみたんですけど、どうだろう。雨雲の中入ってみるか。雲の中、突っ込んでみましょう。おー、怖っ。あー、何にも見えない。あー、どうなってんの、これ。雨は、雨粒はないか、このあたり。もっと下の方行かなきゃいけないのか。あ、でもちゃんと数値が見えるんで、それを見ながら行けるな。ああ、真っ白になった。ああ、真っ白。あ、だいぶ降ってますね。ほど3000。雲の下出れるかな。かなり怖いんですけど、急に山が見えてきそう。ほど2500。ちょっとまずいでしょう。速度すごい出てますからね。一瞬で落ちるぞ、これ。何も見えない。もうちょっと、高度1500フィートぐらい？ああ。やばいな。こんな真っ白？これはさすがにまずいな。雨音しか聞こえない。ああ、なんか見えた。めちゃくちゃ低い高度。ダメだな、これ。上がろう。さすがに落ちる。山があったらアウトですね。今、背面飛行なのか、ちゃんとなってるのかがわかんないんですけど。完全に感覚がわかんなくなっちゃったな。ああ、出た。おお、すごい綺麗。いいですね。いや、これは楽しいな。
よし、とりあえず一度この辺りで終わりにしましょうか。あー、すごい。あ、でも全然 VR 用意しなかったな。はい、ということでバリオエアロですね、使ってマイクロソフトフライトシミュレーター体験してみたんですが、もう何度も言ってるんですけど、没入感が半端なかったですね。もう実際に飛んでるような感じで、やっぱり視野角が広いのと解像度が非常に高いんで、そこら辺で没入感かなりアップしてましたね。あとはフィット感ですよね。頭の形にすごいフィットするんで、ヘッドセットが全くぶれなかったですね。結構頭とか振り回すというか、いろんな方向向いたりとかしてたんですけど、全くヘッドセット動かなかったですね。はい、ということでこの動画の概要欄にもリンクですね、バリオエアロのリンクを貼ってあるので、気になる方は見てみてはいかがでしょうか。ということで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。